山に住んでます。このワイルドロッキー、ワイルドロッキーですね、 UV カットシルバーリビングタープ240ですね。箱出しでちょっと組み立てたいと思います。結婚式のお祝いのお返しでいただいたんですよね。で、買ってじゃないか、いただいて1年ぐらい放置プレイだったんですけれども、今日ちょっと花見行くんでね、開けてみたいと思います。組み立てられるかな。箱出しですね。ところてんみたいに出ないんだ。こうやってこうか。勝手がよくわからん。あ、こっち来。これで、ここを切った方がいいのかな。ちょっと引っ張り出せばいいのか。満足の保証。ペースは格別の引き立てを承り、誠にありがとうございます。ワイルドロッキーと全然違う会社が出てきたからびっくりした。なんだこれ。お、なんやこれ。持ち運びできるんですね。はいはい、こんな感じですね。でかっ。はい、開けます。うわー、めんどくさそう。え、簡単に立てられなくね、これ。どういう仕組みなんだろう。部品がいっぱいある。ペグもついてるんですね。なんすか。まあまあ、ゆっくりやっていきましょうか。3と4と3、これを4組か。はい、3と
と4と3、どっちからでもいいのかな。こうか。こっちですね。3と4と3、3番と4番と3番ですね。このちょっと出てる方が入るのか。これを4組作るみたいですね、はい、とりあえず置いときましょう。ちょっと片付けてあげないといけないな。アウトドアキッチン、まあ庭の庭に作ったバーベキューなんですけど、3と3、これ4でしょ。3と4、と3、こっちか。3と4、これ4番ね、短いのが4番と3番、これで3と4、3がいるか。これ1か。こうやってシールが貼ってあるから分かりやすくていいですね。あ、3がねえぞ。これ1、ちょっと出していくか。1、これか。なんだろう。3、2、これパーツごとにゴム止めしてくれりゃいい。あった。まず3と4と3。これで天井部分が完成ですね。で、次に、この、これか。ジョイントパーツ。これかな。あ、これか。これっぽいね。なんか。ね、これだね。はい。これか。あ、ちゃんとはまるようになってんだ。まあ、出しておきましょうか。
りあえずこれをやるか。で、これ。そしておお、これな、こっち、はい、ちょっといって、これでしょ、こうかな。あら、なんか嫌な音がしたぞな。あ、これでこうね。で、こっち、はあ、はあ、微妙にたわむようになってんだな。よいしょ。で、これと、で、最後こっち来て、で、こうか、だよね。で、これとこれをくっつけると。これ。せいや。で、最後。これ慣れるまでが結構大変かも。で、次に天井、1と2と1と2か。これ床に置いた方がいいか。なんかあら、めんどくさくなってきたな。え、ちょっとめんどくせえな、これ。こうするか。床に置きましょう、これ。このまま移動したらなんかバキいきそうですね。そうな。ええか。あららら、こっちで、よいしね。なんかこれ気をつけんと、なんかバッキーっていきそうだな。結構華奢っすね。こういうもんなのかな。で、次が1と2。
で、これ1と2と。で、ジョイントをつけると。天井ジョイントパーツね。天井のジョイントパーツって言ったら、これしかないよね。形がもろそれって感じ。どっちだろう。こっち系。まあどっちもいいか。今回2を根元にしてみましょうか。いいよな、そうなれれば。次にタープをかぶせる。マジックテープか。タープってこれか。へえ。ほら、なくさないようにしないとね。おほう。おほうほう。結構大変これ。え？どうなってんのこれ。長いのが四方に来ればいいのね。こうか。これが内側か。っぽいよね。いや、ちげえか。こうやな。なんかマジックテープで止め、あ、これか。これね。これで止めなさいよと。これ結構一人で作業するの大変かもしんない。
それで、5と6か。で、下をか。5と6ね。それで、あら、これ下に行かんといけないんじゃない？あ、穴が下に来るようにね、はめんといけんね、これ。これね。で、下の方にこいつか。これはめると、いやちょっと大変やなこれ。どうやって持ち上げよう。めんどくさがずで一個一個つけていくか。おお、これだったらなんとかなるか。一つ一つね。うお、とっとっと。あ、外れとるし。あ、だからここしっかりクリップせんといけんのか。よし。OK やな。こっちもなんか外れかけそうだけど、ほんでこっち立てると、よいしょ。いや大変やこれ。うん、ではめます。ちょっとやばいな、この辺が。おお、やばいやばい。
これ一人じゃ無理じゃね。とりあえずここにこう、あーいかんね。マジかマジか、バッキーいきそうやなこれ。先に支柱立てた方が良かったかも。やばいやばいやばい、いかん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 、ちょい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 、いかん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 、うん、うん、こんなもんなの。結構ぐらつく、ぐらつきがやばいね。なんか倒れそう。ここなんかフック引っ掛けるのかな。いや大変これ、大変。うん、マジックテープとして、いや無理やこれ。ああなるほど、こうやって固定されるんだ。完成かな。これあれですね、これ一人で立てるのちょっときついっすね。完成しましたが、まあなかなかこうはめるだけなんで、手軽といえば手軽なんですけど、全然手軽じゃねえな。まあ初めてなんでね、慣れてきたらもうちょっと早くなるでしょう。
こうやって4点を固定すればしっかり立ちますね。まあちょっと使ってみたいと思います。今日こんな感じです。さよなら。